ひまちゃんの裏科学講座。わあ。はい、こんにちは。アナリティクスの解析から、ルプ主脳内のおじさんに刺さるキャラコンテにて選出され、同キャラで実際の声の人が配信してるけどそちらとは一切関係ない、中の人が喋らないタイプのフリー素材の痩せれの VTuber、めいめいひまりこと、ひまちゃんですよ。このシリーズでは、巷でなんか話題になってるけど、間違ってたり信憑性が曖昧な科学関連の話題を取り扱っていきますよ。では早速今回のテーマに入っていきましょう。本日のびっくりドッキリ科学はこちら。ユニバース25の実験結果は人類の滅亡を示唆している。これはかなり有名なやつですね。ちょっと前に X とかで話題になってるという話を見聞きしたような気がします。これは実際のとこどれだけ信憑性のある話なのでしょうか？細かく分析してみていきましょう。1960年代頃、アメリカの動物行動学者、ジョン・カルフーンという人がこんなことを考えました。まあ、外敵がいなくて食い物も無限にあるパラダイスみたいな環境に置かれると、ネズミがどう増えてその社会がどうなっていくのか検証してみて、きっとネズミ3匹に増えてすぐギッチギチになるんやろけど、その過程でどんな行動がどう全体に影響するんやろか。牛、実験施設が完成したぞ。さあ実験開始や。なんか思ったより全然増えんな。設備をいろいろいじって試してみるか。いろいろやったけど、数が想定より全然増えずにそこで横ばいになってまうな。餌と外敵の部分について早いけど、繁殖行動自体に制限がかかっとるんかもしれん。もうちょっと快適になるように檻をでかくして立体的な構造にしてみるか。お、増えとる増えとる。これは想定の限界値まで行きそうな勢いや。ファッ、転んでまった。あんなにおったのになんでや。なるほど、途中で変な行動が始まっとるな。これが原因か。これはつまりあれやな。ネズミはパラダイスみてえな環境でも過密になってくると社会が崩壊してまうんや。これはきっと人間社会にも関連してくる部分があるな。犯罪者の収容所とか、都市計画とか、社会学的、心理学的な方面で参考になりそうや。カルフーンさんは、非常に繁殖力の強いネズミは、無尽蔵に餌が得られ外敵もいないような環境に置かれた場合、増えていく過程でどのような社会的行動が見られるのかということを調べました。そのために、給餌器に連結した多数の巣箱を備えた檻を用意し、オス4匹、メス4匹の合計8匹のネズミから繁殖をスタートさせるという実験を行いました。単純に考えると、ネズミは順調に増えていき、快適な居住スペースに空きがなくなった段階で何か問題が発生してくることが予想されましたが、その結果は予想を大きく裏切ることとなりました。まず、改良を加えつつ行っていった初回から24回目までの実験においては、単純計算では4000匹くらいまでの個体数がギリギリ生活できる環境と想定されていたものの、個体数は150匹から200匹の間でそれ以上増えることがなく横ばいに推移するようになりました。カルフーンさんは、これは繁殖行動に必要なスペースが物理的に足りないことが主な原因だと考え、幅約3メートル四方、高さ約 1.5 メートルとより大きな檻を用意し、外周に立体的に給餌器と巣箱を配置するといった具合に実験施設を改良し、25回目の実験を行いました。すると、ネズミは以前より大幅に数を増やし、最大で約2200匹まで増えました。しかしそこで増加は停滞し、今度は出生数よりも死亡数が上回ることにより減少が始まりました。そしてついには全く繁殖行動が行われなくなり、最終的に絶滅してしまいました。この流れをより細かく分析してみたところ、次のようにまとめられました。フェーズ A、適応期、0日目から104日目。実験開始時、突然新しい環境に放り込まれたネズミさんたちには少し混乱が見られましたが、すぐに新しい環境にも適応し、繁殖行動も盛んに行われるようになっていきました。フェーズ B、繁栄期、105日目から315日目。
個体数が急増し、従来より複雑な社会構造が形成されるようになってきました。その背景で過密が進むことによりネズミさん同士の争いが頻発するようになり、群れの中での社会的な役割分担にも変化が起こり始めます。フェーズ C 停滞期316日目から560日目出生率の急激な低下が始まり、半壁に構築されていた社会構造が壊れ始めました。他の巣箱が空いているにもかかわらず、十数匹の生活空間として設計されている一つの巣箱に100匹以上が殺到するという、明らかに異常な集団行動が見られるようになり、その中の生体のオスは強固に縄張りを主張するようになり、見境なく攻撃をするようになりました。弱い個体は群れから排除され、巣箱に定住しないホームレスのようになりました。さらに群れの中の生体のメスもまた攻撃性が高まり、自分の子供にもかかわらず育児放棄や攻撃をするようになりました。育児放棄や攻撃を受けた若いネズミさんは社会には加わらず、ただ餌を食べ毛繕いをするだけのニートみたいになっていきました。争いをすることも抗議もすることもなく、静かに生きるその姿は悟りを得た聖職者のようであり、常に毛繕いをしているため毛並みも綺麗なその姿は見た目的にも美しく、カルフーンさんはこの新世代のネズミさんたちのことをザ・ビューティフルワンズと名付けました。フェーズ D 絶滅期561日目から終末の日、ザ・ビューティフルワン個体が急激に増え、やがて全く繁殖が行われなくなったことにより、社会構造は完全に崩壊し、急激に個体数が減り始め、それは最後まで変わることなく、最後のオスが静かに息を引き取り、ついに絶滅してしまいました。以上が、楽園実験、ユニバース25の全容となります。それでは、この実験が人類の滅亡を示唆しているのかという観点について分析していきましょう。まず、この実験のことをすでに知っている人は結構いると思いますが、なんか聞いてたのとちょっと違う、と思った方が多いのではないでしょうか。この実験について軽く調べると、25回同じ条件で実験を繰り返して全て同じ過程をたどってネズミが絶滅した、というニュアンスの説明が多いのですが、一次資料に近いところまで詳しく調べていくと、どうもそれは違うようです。正確には、24回まではあまり増えずに個体数の増減は横ばいで終わり、より自由度を高めた25回目の最後の実験で破滅的な結果となった、というのが真相のようです。実験者のカルフーンはこの結果を、人口の過密による社会への悪影響に関連しうる知見として、収容所などの施設や都市開発の計画に再施行量を呼びかけるようなことはしていたようですが、人類の絶滅を示唆するといったニュアンスは尾ひれがついて広まった話のようですね。また、この実験は後日再現実験が行われたようなのですが、同じ状況を再現できなかったことで以降の追試は行われていないようです。ではなぜユニバース25ではそうなったのかということについては、まず、スタートが8匹ということで、近親交配のリスクが高いことによる均衡弱性の影響が疑われましたが、この実験に使用されたバルブシーという系統のネズミは、もともと実験用マウスとして人工交配によって生み出された均衡種と呼ばれる種であり、遺伝学的に非常に強力に均衡弱性が起こらないと裏付けられている種なので、これは否定されます。他には、衛生環境の不備なんかが言われたりしているようですが、追試で同じ状況を再現できていないので結局のところはよくわかりません。一度の実験で数百から数千というマウスを犠牲にする実験なので倫理的にあれですし、やたらコストもかかり、分かったところであんまり大した知見とも思えない微妙な条件の違いなので、今後もされることはないでしょう。話題性はあるので資金稼ぎのためにコンピュータ死ぬならワンチャンあるかな？そもそもこの実験は最終的な絶滅というセンセーショナルな事項についてではなく、過密が社会にどういう影響を与えるかということにフォーカスした実験であり、当たり前ですが飼育下のネズミとグローバルな人間社会全体では条件が全然違うので、結論として、この実験は人類の絶滅を示唆するものではないと言えます。とはいえ、過密が社会へ与える悪影響という点においては考えさせられる部分もあります。例えば、時代に関わらず都市部では出生率が低くなる傾向があるということについて、都市部でこのようなことが起きる原因としては、
人が密集することにより物価や住居費が高くなったりなどの経済的負担の増加や、育児施設が不足するなどの量的な問題、並びにこれらの懸念点による人生設計の変化などの心理的影響などが考えられます。つまり、繁殖の低減による個体数の減少という社会現象の原因としては、ネズミの場合は直接的な力関係の要素が原因となりますが、人間にとってはこういった少し高度で複雑な要素が同じように機能していると言っていいでしょう。さらに踏み込んで、現在日本全国及び世界中で進行中の出生率の低下について、ユニバース25では、細かい条件はわかりませんが交配をしなくなったネズミは増えていき、その流れは絶滅するまで止まりませんでした。しかし再現実験ではこのようなことは起こりませんでした。このことから考えられることは、少なくとも閉鎖環境においての社会構造が破壊されると、その環境においては元には戻らないということです。例えばこの2つの実験を別々に同時に行ったとします。そのままではどちらもその結果のままですが、ユニバース25のザ・ビューティフル・ワンズを追試側に一定数移動またはその逆をするとします。どれだけの数、どのように、あるいはどちらの影響力が強いのかという不確定要素はありますが、どちらにおいても閉鎖環境は破れ、局所的、一時的、あるいは不可逆的に社会の変化は起きるでしょう。これは原理的に人間社会でも同じことが言えます。前述の通り、都市部では時代に関係なく過密により出生率の低下傾向が見られます。しかしそれ以上に地方から人が流入してくるため、都市という閉鎖環境では基本的には増えていきます。都市部から地方への移住もありますが、数の割合で見れば地方という閉鎖環境にとっては微々たる影響にとどまります。なので、都市部は人が多いですが、国家全体としては地方全体の方が多いため、感染症や戦争や飢饉などの要素を無視すれば、国家全体の人口は増えていきます。しかしこれも前述の通り、人間にとっては心理的な要素も出生率低下の要因となります。昔と違い、現代は情報化社会です。あらゆる情報が昔とは比べ物にならない速度と量で場所を問わず飛び交っています。その中には主に都市部で培われた結婚しない、子供を産まない方がいいなどといったような精度の高い情報も含まれます。それが地方の人各個人にとって直ちに不利益となる情報ならば影響はありませんが、事実として特に先進国ほど別に結婚や子供を作らなくても直ちに困ることはないですし、経済的一面的な心理的にはリスクがあることは確かなので、主に現在パートナーがいなかったり子供ができない家庭にとっては有益でしかない情報となります。損するだけなので従来の通念的な価値観には向き合わず、別に食うには困らないので毛繕いだけしてれば満足。そう、この状況はネズミの場合と変わりませんね。日本の場合だけで言えば、痛いし怖いだけなので社会には向き合わず、めんどくさいだけなのでパートナーも探さず、別に今現在食うには困らないので毛繕いだけしてる。こんな具合にニートが増えるメカニズムも説明できます。そんなわけで地方にもこの流れの影響は波及し、国家全体として人が減っていきます。近年では発展途上国でも出生率が落ちている国が出てきているようなので、この高度情報の共有による少子化傾向の伝播という推測はかなり的を射ていると言えるでしょう。さらに他の細かい部分についても類似点が見られます。論理の正当性そっちのけで、とにかくマジョリティであることにだけ価値基準を置き、やたら攻撃的な論調で立場の弱い相手を叩いたり、逆に良い立場の人間を引きずり下ろそうとするオス、異常に密集し凶暴性を増して縄張りを堅持するオスネズミと同じですね。意味不明だったり破綻した論理でとにかくオス、特に弱いオスを執拗に叩いたり、育児の教育機関への丸投げやネグレクトや虐待をするメス、凶暴化したメスネズミと同じですね。これらが集約されて保管された社会影響の発露として、男女共同参画、夫婦別姓、LGBT 理解増進などの法律ができたり進行したりしています。これらのことを踏まえて最後に総括すると、少子化で人類が滅ぶかどうかという観点では、2種類のネズミの実験を対象実験として見れば、その条件がわからないほどわずかに変われば回避されるので、閉鎖環境としては空間生態系ともに全地球規模と広大であり、
高度で複雑な人間社会はそこまではいかないだろうと思われますが、今現在の人類社会はユニバース25のフェーズ C にかなり類似した状態になっていると言えそうです。また AI、 宇宙開発、クローン技術、人体の機械化など、これまで SF の世界の話だった要素がどんどん現実化してきているので、従来の生態系の枠内には収まらない存在になっていく可能性もありますね。まあ悲観しててもしょうがないですし、騒いだところでヤバい人に見られるだけなので、未婚化や少子化は個人の意思や小手先の国家対策ではもうどうしようもないこととして、根拠なく謎に敵意を持って他人を傷つけるようなことはしないようにすることと、クソみたいな法律や思想にははっきりノーを示すことを心がけていきましょう。今回の参考文献は概要欄に適当に貼っておきます。なお考察部分については、もしかしたら同じようなことを言ってる社会学者等がいるかもしれませんが、特に何かを引用したわけではなく、当チャンネルが論理的に導いたオリジナルの仮説となります。議論に慣れていない方はあまり言いふらすと権威性を求められた時に詰むと思うので、用法用量を守って正しくお使いください。それでは今回はこれでお別れです。チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、できればもう一本別の動画を見ていって、いや、やっぱり登録してください、お願いします。あといいねと、ハイクとかいう機能がついたみたいなので、そちらもよろしく。あとあと、学校や職場の友達同僚、親兄弟親戚、近所のおじさんおばさん、出会った知らない人に宣伝してる。